はい、どうも、こんにちは。今回ですけども、出雲駅伝順位予想バージョン15位から1位ということです。まあ、出雲駅伝、いよいよあと1ヶ月に迫ってまいりましたということで、まあ、今回ですね、まだね、1ヶ月以上1ヶ月ありますし、またですね、あの、秋の日本インカレとか、まあ、これから記録会とか行われていなかったり、チームエントリー、区間エントリーとか出てないので、まあ、なかなかね、しっかり予想していくというところは難しいんですけども、まあ、1ヶ月前のね、現時点での暫定度の順位予想というところをやっていきまして、 で、まあ直前にね、またエントリーが判明したりとか、記録会とかのね、話を踏まえて、ちょ、もう一回直前にね、バージョン2としてね、やっていこうと思うんで、まあ、バージョン1とバージョン2でね、どういうふうなちょっと考え方とか、見方が変わるかみたいなところをね、自分でも残しておきたかったりとか、また、現時点での皆さんのコメントとか見たいなと思いましたので、一旦ですね、1ヶ月前のところですけれども、あの、動画上げていこうかなというところで、まずね、ちょっと5位から、あ、5位から1位なんですけど、1位からね、見ていこうかなということで、 日予予想想ですね駒沢大学という,ふうに予想をしてみました、まあ、こちらですね、去年大学駅伝参観をしまして、今年もね、選手層が非常に熱いという状態になっております。まあ、動画でお話した通り、ケータ選手はね、もしかしたらアジア大会の関係でね、出雲駅に出ないんじゃないかなというところで、まあ、ケータ選手抜きでもですね、まあ、今年ね、かなりね、まあ、 山む選手もそうですし、復活の唐沢選手、篠原選手、一等に、まあ、去年ね、いずむ区間賞のですね、安原選手だったりとか、まあ、白鳥選手もね、インカレからね、しっかり走れてきてたりとか、自己記録も5000メートル出してきてます。で、赤津選手もね、春の10イのレースからですね、1万メートルも走ってきてますし、まあ、いずむ駅でもね、出走の経験はあります。で、伊藤葵選手、地元ですね。 まあ、関東インカレの11メートル28分の中間を出していますし、まあ、去年もですね、いずも駅での記録会出ております。まあ、そうそうたるメンバーは他にもね、揃ってます。ルーキーもね、小山選手だったりとか、山川選手ね、今年ハーフマラソンもね、関東インカレでね、表彰で上がってますし、まあ、全日本でもね、駅伝デビューで4区区間賞だったり、中尾選手も控えたりっていうところなんで、かなりね、層が厚い、まあ、誰が来てもね、あの、<laughs> 頼もしいなというようなメンバー揃ってますんで、まあ、順当にいけば、 優勝するんじゃないかなというところではあるんですけれども、1区ですね。まあでも1区もですね、いつもは1区大事ですけれども、唐沢選手が1区へ行けそうなね、ほんと感じ。まあ、この間のね、27分大会予想でも話しましたけれども、まあ、1区ね、大きく遅れるみたいなことはよっぽどない限りないんじゃないかなということなんで、まあ1位でしっかり流れたら、もう2、3、4とね、バ,バババーンと行ってしまうんじゃないかなというふうに思ってます。はい。ではですね、2位はね、予想していきたいと思いますが、2位はですね、はい。中央 中央大学も非常に層が厚いんですよね。で今年はね、まあ、100回大会箱根駅伝の年ということで、 参冠を狙ってくる可能性が、参加を狙ってくるというところですけども、まあ、中野翔太選手、今季13分24出してきてま,来てます。去年ね、いつも悔しい思いをしましたけれども、まあ、とはいえ今年もね、しっかり自己記録を出してきたりとか、吉井山本選手、俊介選手、吉井京電もいます。それ、田目池選手ですね、本当にね、次の昭和大学を引っ張っていく存在になっていきますけども、まあ、去年もね、出雲も大学駅伝デビューで5区2位ですし、 今回ちょっと調子悪いかもしれませんけれども、安倍選手も控えております。そして、今年ね、非常に勢いのある吉中選手ですね。本当に数々のね、レースをこなしていって、たくさんも見せてますし、まあ1万もね、28分55、早々にね、28分台。 上がってきましたそして、5000m13 分44ということで、吉永選手、非常に注目していただきたいな、ということで、いずも雪でーーも出てくるんじゃないかなと思っております。そして、山平選手もですね、去年いずも出れませんでしたけれども、本当にね、下級生の頃からね、あの、主要レース出ていったりもします。長い距離もね、走っていけるハーフマラソンも強い選手ですので、楽しみかなと思いますし、浦田選手もね、今季 3000m 障害で8分30秒台乗っけてきました。で、1年生もですね、鈴木幸太郎選手ね、国学院久我山時代からロード強いです。 U20、ね、日本選手権の、ね、3000m 障害チャンピオン柴田大地選手もいます。 そしてですね、5000メートルコースはまだ14、13分台ではないんですけれども、伊藤選手がですね、本当に高校時代からね、全国高校駅でヒットにですね、ロードとか、そういったところでの安定感、強さ、今年もね、5000メートル熟記録更新してきてますし、非常に伊藤選手も楽しみかなというところですし、今飛ばしてしまいましたけれども、岩佐キャプテンもね、いますよね。まあ去年いつもは出れなかったんですが、今年はね、まあ5000もね、13分55ということは1万28秒34ということでね、まあ短い期のところでもね、結果出してきておりますので、 こちらもね、かなり層が厚いんじゃないかなということです。まあ、懸念というか、あのー、世界ロード選手権にですね、一週間前に吉山本選手が出るということなんですけども、お、ま、そ、あ、らくね、山本選手は出てくるんじゃないかなと、一週間ね、あの、空いてますので出てくるんじゃないかなということですよね。はい。では次3位を予想していきたいということで、3位ですね。第3位はですね、 国学院でなくていうふうに予想しました。国学院ですね。まあ、春先とかね、ハーフマラソンシーズンはね、ちょっと心配ではありましたが、それでもですね、やっぱり夏ね、前に向けてですね、上がってきております。まずですね、山本タイム選手がですね、13分34と、28分16ということでね、ちょっとね、春先は心配でしたが、北連ディスタンスのシーズンでですね、しっかり自己記録をね、更新してきていまして、校長とかね、アピールしてきています。で、実選手もですね、えっ、ー、と、自己記録更新とはなってませんが、 テレビさのレースというか、あの、ところで28、37を出してきているということ、北連ですね、で出してきてます。そして でですね、やっぱ平林選手がですね、1アメトロ27分台突入をしてきております。去年はですね、出雲駅伝3区、6位ということでしたけれども、今年はね、本当に区間賞を狙っていけるような選手なんじゃないかなということで、まあ去年ですね、主要区間を走った面々がね、の青木瑠衣選手含めてね、残っているということで、青木選手もね、去年1年生でね、1区8キロということでしたけども、まあ全日本はですね、5区走って区間賞、箱根駅でも1区ね、任されて12位ということで、で、今年1アメトロ28分30にパワーアップしてきておりますので、まあ主要区間 1,2,3,6。ここをね、まあ、ある程度本当にトップ3で入ってこれるとか、区間賞を狙っていけるような面々が揃えられる可能性が高いということはね、楽しいのかなと思いますし、そこにですね、上原選手ですね、まあ、今季28分36分を出してきております。箱根駅伝でもですね、まあ、去年1年生の時上原選手全然ね、レース出ていなくて、 で、直前のですね、12月のですね、10マイル出てきて、そっから箱根駅伝というところでね、7区6位走ってきておりまして、まあ、爆発力がある選手で、前田監督からの非常に好評な選手ですので、まあ、今年はいつも出てくる可能性もあるのかなというところですし、えっ、ー、と、まあ、ルーキーですね、1年生本当に強いですよね、辻原選手や、アウト村選手、野中選手、田中選手ということでですね、まあ、1年生ですね、あのー、安定感抜群というか、ほんと春先のですね、5キロのね、アディラスのロードのところから、 ま、記録会とかね、選手式のところも、選手権もそうですけれども、非常に上位に入ってきておりまして、まあ、そうで暑いんでね、全員は出れないところはありますが、誰かはね、出てくるんじゃないかなと思いますし、多分出てきたらね、構想するようなトップ5、区間トップ5に入ってこれるようなね、走り見せてくれるんじゃないかなというところですし、上級生もね、三方選手、静岡出身ですけども、戦略のスピードもあったりして、ぜひね、出雲には絡んでほしいなという選手ですし、原選手もですね、まあ、あ駅伝の初走歴ありますけれども、あの、出雲駅伝もね、絡めるような選手かなと。 いうとこですね。で、5000とかの持ちタイム的にはね、あの上位がいますが、加賀津選手もですね、ハーフマラソンのタイムね、いいタイム持ってますし、まあこちらもね、非常に層が厚いのかなということで、まあ2位ね、狙っていくるとか、まあもちろんね、優勝で、ね、狙って打倒熊沢を狙ってくるというとこですけれども、本当にね、あの、ここの3番争いというか、もうハイレベルすぎる。まあ例年、例年というかね、5年前とかだったら、国学院のね、 この選手層でね、ぶっちぎり優勝なのかなっていうところでもある。それぐらいね、言ってしまってもいいようなね、選手層かもしれませんけども、非常にね、レベルの高い大会駅伝どうなるかというところです。で、4位ですね、見ていこうと思うんですが、4位はですね、 早稲田大学というのしてみました。早稲田ですね、選手層はね、厚いというわけではないんですが、やっぱ上位の選手のね、まあレベル安定感非常に高いなというところで、まず今季、えっと27分で出してきた静香選手ですね。まあいずもな1年生の頃走ってきてね、区間賞というところもあります。まあ各駅員でも安定して上位ですし、トラックレースのところもですね、しっかりね、安定している。まあ今年はね、自己ベストね、どんどん更新していってますので、まあ3区へ行ってほしいなというところではありますし、 山口選手ですね。はい。1年生で去年ですね。まあ、全日本4区。まあ、体調不良というかね、箱根駅伝予選会のところでね、ちょっとね、後半、あの、アクシデントあった。そのね、そこからの4区3位ということで、まあ、山口選手ね、本当に春先のね、3000メートルところ段のところで、ミ浦ーラリュー選手とか吉岡選手に勝っていますし、まあ、関東委員会5000でもですね、最後のスパートのところでね、しっかり表彰台に滑り込んできたりとか、非常にね、あの、勝負強さのところに見せつけてきていますので、 どうですかねまた、高い要素をやっていこうと思うんで、今は話せないですけれども、非常にね、主要区間、ね、出雲駅での距離としてはかなりね、楽しいのかなというところです。ね、伊藤選手もね、本当にね、安定して走ってこれる選手ですよね。なので、長い距離ね、後ろの方のね、10キロとか、切るんじゃないかなと思ったり、 まあ、あとはですね、勝負選手、ぜひ出てきてほしいなということで、まあ、1区ですよね、本当に高校生の頃の都道府県駅でのとのろから、1区、ね、井戸田駅でも1区、ね、走った、いい走りしたことありますけれども、1区ね、本当に勝負選手に出てこれれば、本当に上位に走ってこれるかなということで、流れが大事なところで、まあ、1区勝負選手が来てということがあれば、非常にね、これはもう、 あの、上位、待ったなしかなというところです。で、マセダ選手もね、1区いけるような選手ですね。1000回らスピードがあってですね、3分42を持っている選手ですので、まあでもね、あの、1区いけるメンバーがね、2人もいるというところで、どっちかもしかしたら、4区5区かなという可能性もあります。そして、先日お,お伝えしましたけどもね、スーパールーキーのね、工藤新作選手がいたりとか、まあ、山崎選手もね、あの、春先で13分50出してきている。ちょっとその後で、ね、なかなかね、高記録はないんですけれども、楽しみかなと思いますし、 ま、山下りだったりやね、あの、活躍している北村選手や、佐藤選手も長い距離行けますので、10キロとかもね、全然待ってますし、諸富選手もね、今季はね、5000メートルで14分3秒ということでね、自己記録で走ってきておりますので、ま、こ、あの、めちゃくちゃね、層が厚いってわけではないんですが、上位陣がね、かなり楽しみかな、というところで、ま、非常に、早稲田大学もですね、 あの、監督ね、チェンジしてからどうなるかな、とか思われてたんですが、まぁ、しゃとね、全体で力をつけていき、本当にトップ3を狙ってこれるよね。まあ全日本箱根とか、本当にね、3位も狙ってこれるようなね、チーム作ってきてるんじゃないかなと思いますので、楽しみかな、というところです。続いて5位をね、見ていこうと思います。5位はですね、青山学院かな、という風に思いました。まぁ、うまくちょっとね、読めないというところで、ちょっとね、5位になってしまってますよね。ま去年ですね、今の社会人1年目、当時大学4年生のね、 選手層が非常に厚くてですね、駅伝の経験というとか、なかなかね、こちら見ていただいてもね、ないというところがちょっとね、不安なのかなと思いますが、まあ、ただね、鶴川選手ですね、まあ今期、今季13分35で自己記録出してきています。しっかりね、練習できているっていうことなので、まあ、怪我なくいけばですね、ほんと1区ですね、通川合わといったら1区というところもね、面白いんじゃないかなということで、 まあ、非常にね、一区、先ほどね、勝ョーー選手もそうですが、他のね、あの、大学もですね、一区強い選手が集まってくると思います、ね。ただやっぱ、鶴川選手ですね、本当に、そうそうたらね、高校生の頃から、そうそうたら上級生をね、倒してきたりとか、あの、怪我明けでもね、宮工寺一区区間賞取っちゃうとか、 まあ、そこのポテンシャルの高さはね、本当に、まあ、全額に入れてもトップの方に入ってくるんじゃないかなと思いますので、ここは注目していきたいなと思います。で、やっぱ佐藤伊勢選手ですね、まあ、今年はですね、トラックシーズンですね、1万も5千もですね、しっかり走ってこれております。で、去年はですね、ちょっとあれ去年の出雲駅伝のところがちょっと抜けちゃっている可能性があって、ちょっとすいません、申し訳ないんですけれども、まあ、ここでですね、佐藤伊勢選手の走りというところがですね、注目かなというふうに思いますね。 はい。佐藤選手ですね。ちょっと、あの、全日本のところには3区2位という形ではあったんですが、まあ、ゴ駅で7区7位ということで、ちょっとね、去年の駅伝ではですね、後味悪いというような形になってしまいましたね。なので、まあ、今年は、あ、去年、そっか、佐藤選手出てないのか。 OK, オ,オ,オッケーですね。出てなかったというところですが、まあ、今年はね、あの、3区パチッとね、走ってくるとか、まあ、どうですかね、主要区間来れないといけないメンバーだと思いますんで、楽しみかなと。で、あとは、まあ、3000メートル障害組というか、小原選手や、黒田さひ選手ですね。今年、確か国民体育大会、えっ、ー、と、10月の出雲駅内の近くにある国体に、 確か参照なかったような気がするんで、多分、駅伝一本で来る。ちょっとすみません、間違えてたら申し訳ないんですけども、まあ、駅伝一本で来るんじゃないかなということで、まあ、スピードね、あの、この二人ありますし、今年も参照で非常にね、好調なので、まあ、二人とも,もしかしたら出てくる可能性もあるんじゃないかなというところです。そしてですね、まあ、夏の、がしくてですね、まあ、あのー、 あわかはですね、パワーアップしたメンバーが出てくると思いますけれども、外野記連とかね、白石選手が非常に良かったりとか、 ま、田中優斗選手ですね。去年もね、出雲駅で走ってたりもするんですけれども、まあ、このあたりの選手もですね、しっかり走れてこれてるんじゃないかなというところで、ちょっとね、まあ、5000メートルのタイムを見ていくとですね、非常にいい面が揃っておりますね。で、若林選手はちょっと心配だったりとか、山内選手にぜひ出てきてほしいなと、まあ、戦略のスピードもあったりするんでっていうところがあるんですが、ま、総じてですね、出雲駅での経験値的にはね、あの、少ないというところもあったり、ちょっとね、このあたり、大学園全体としての経験値っていうところで見ると、ちょっと未知数なのかなと、 なので、未知数がゆえ、1区でね、例えば辻川選手とかが流れを作っていく間賞みたいなところがあると、まあ、あそこのね、勝ちパターンのところで2区3区とね、先頭でポポンと進んで、そのまま逃げ切るみたいな可能性もね、なけにしまらずなんじゃないかなというところではあるんですけれども、さあ、どいったとこになってくるかですね。はい。まあ、ざっくりですね、ざっとまだね、細かく分析はせずにですね、予想をばーっと話してきたので、ぜひ皆さんの方からもコメントとかね、いただければなというふうに思います。では、また次回でお会いしましょう。